今ね、フォートナイトにね、やばいバグがね、2種類ぐらいあって、それを紹介していこうと思うんやけど、まあ、まず1種類目はね、もう修正されたんやけど、なんと、PS5 限定のバグがあって、フォートナイトを押して、バスに乗ると、なんとね、遠くに生えてる木とか、あと、なんか茂みとか、その辺がね、全部ね、表示されないバグが発生してたらしい。これはこれで新鮮でいいけど、なんか描画系がおかしかったんかな、なんかけど PS5 にこういうバグって珍しいよな。でもう一つあって、これもう一つがね一番やばいんやけど、なんとね今一部のプレイヤー、まあ、PC 勢とか CS 系とか関係なく一部のプレイヤーがフォートナイトにログインできないっていう問題が発生してるらしい。しかもそれ確かね2日か3日前ぐらいからそのバグが今ね発生してるんやな。フォートナイトになんかログインできなくて、しかもね運営がねそのバグにまだ対応してないよな。だから今多分ね俺の視聴者の中にも、俺コメ欄で何人か来てたんやけど、フォートナイトにログインできないって人がね多分おるんじゃないかな。まあこれはねバグらしいから、なんか俺も一番最初調べた時にそいつのネットが悪いんじゃないかとか思ったんやけど、他のゲームはちゃんとできて、フォートナイトだけできないっていう問題らしくて、まあ多分ネットとか関係なしに、フォートナイトがね、なんか今すごいなんかおかしいらしいな。もうね、俺が調べたところね、このバグの直し方とかね、なんかいまいちわかんなかったから、もしかしたらね、一部のプレイヤーはね、このバグが修正されるまでね、フォートナイトができないかもしれない。まあ実際に俺がそのバグ体験してるわけじゃないから知らんけど、もしかしたら直し方もあんのかもしれないね。